はようございます。スワンコプムント3日目ですね。天気は今日はでも風があるんでひんやりとしてます。ちょっと散歩に行きます。散歩に行ってる途中に何か靴を磨けたらラッキーだなという、そんな感じでゆるく行こうかなと思います。全然人がいないよ。びっくりするぐらい人がいないよ。こんなに人おらんもんですか。みんなどこ行ったんや。休みの日ってみんな出かけるもんじゃないの。こんなに休む、休みの日こんなに休みます。どこも空いてないし誰も外出歩いてないよ。Just cleaning shoes. I'm a shoeshine traveler. Oh, shoeshine traveler. Yes. So you know, you came from where? Japan. From Japan. Oh. Yeah, I thought you are for kung fu. No. Kung fu. I know this. This is not Chinese. Where are you from? From Opua. Opua. The northern part of Namibia. North part of Namibia. Yes. How come it is? Oh, tribe. Do you know this tribe? Oh, we know this tribe. First time. You same? Yeah. Family? Yes. Oh. It's the Himbas. Oh, Himba? Yeah, Himba and Herero. Herero? Herero with better bone. Oh. So Herero. This is Shilelo. Yeah, this is Herero. This is Himba. 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 I'm a Himba, but I'm wearing Herero things. Oh, really? Same tribe. Yeah, almost. Yeah, good relationship. I must also get a Namibian wife. Can I give you one? Please. You are what? I'm single. You can take me. I'm also single. She's also single. And then you take me to Japan. Okay. Only to clean. Thank you very much. Okay, I'm your son. You are Simba? Yeah, Himba. Herero. Himba, Herero. Herero. You know, can I teach you how you greet in our language? Yeah. You say Moro. Moro. Peribi. Peribi. Nawa. Nawa. Like morning. How are you? Fine. Moro. Morning. Moro. Moro. Morning. Peribi. Peribi. Nawa. Nawa. Moro, peribi, nawa. Moro, peribi, nawa. Do it yourself. Moro, peribi, nawa. Moro, moro, peribi, 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 yeah, nawa. Moro, peribi, nawa. Yes. Morning, how are you? I'm fine. And in your language? Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa is laughing with an insult in Kamala, you know that word. Oh, we are the first guy. Oh, we are the first Very nice. Yes. 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 Yes.
Arigato. Arigato. I'm glad to. Where are you taking your $10? Thank you. Sembra ini pun ini mula jalan mereka tu buku ada. Jalan kau kaya oh. Ah? Sembra ini. いやー、まさかの牝馬族の靴磨けましたね。牝馬族って写真撮ったらモデル料を言われるって言ってたんで、ちょっとこう気ぃつけてたんですよ。カメラとか向けるの結構こう凶暴やぞというのは聞いてたんで。でもやっぱ牝馬族の靴磨きたいじゃないですか。で、端っこの方に座ってる人にちょっと靴磨きしながら世界一周して、よかったらもう無料でいいんで磨かしてくれませんかって言ったら、磨かしてもらえることになって、なんと4足も、牝馬族ともう一人なんちゃら族っていうのがいて、それぞれ合計4足磨かしていただきましたね。そしてなんと牝馬族の靴を磨いて、一人の牝馬族の女性から10ナミビアンドルをいただきました。日本円で85円くらいですが、今コンゴ民主共和国とナミビアに来て合計40足ほど磨かしてもらったんですけど、今回が初めてお金いただきました。それまでずっと無料で磨かしてもらってたんですけど、いやー嬉しいですね。なかなか牝馬族から商売したやついないですよ。牝馬族にお金払ってこう写真撮る人はいても、お金もらって牝馬族からお金もらう外国人なかなかいないと思いますよ。この10ナミビアンドルはですね、もう僕ちょっと宝物にします。お金ってエネルギーやと思ってるんで、牝馬族からいただいたこれはですね、この安心堂さんで作ってもらった、大切なもの。これ小春の K も入れてるんですが、この中に牝馬族と一緒に入れときますよ。これはもう僕の宝物にします。いやーいいですね。なんかより良くなってましたねこれ。いやーもうナミビアにこれでやり残したことはないね。ゲストハウスから歩いてすぐのところ、夕日を見に来ました。いやースワンコップムーンと来てよかったですね。あのままウィントブックにいて靴磨きするっていう手もあったんですけど、ナミブ砂漠行きたいと思って行って、砂漠も行けましたし、牝馬族とあとなんちゃら族の靴も磨けて、なんちゃら族の人に結婚も申し込まれたけど、まあちょっとタイプじゃなかったんで断りましたけど、そこはおもろい経験ができましたね。まあでもあれですね、ああいう民族系のところ泊まりに行きたいなと思いましたね。なんとかちょっと交渉頑張ってみたんですけどダメでしたね。でもアフリカ旅はまだ長いですし、まだまだああいう民族、面白い民族いっぱいいると思うんで、いっぱい会いに行きたいですね。いろんな靴磨いてきましたけど、サプールとかの靴も磨いてきましたけど、まさかの初めてお金もらったのが牝馬族ですからね。意外と部族に需要あるのかもしれませんよ、靴磨きは。これからも部族系攻めていきます。なんで南アフリカとか、まあほどほどにしてアンゴラとかボツワナとかそっちの方行きたいですね。まあちょっと危険度も増しますけど、どうなんですかね、まあ、アフリカ行ってみな分からへんからね、国の治安とかどうかは。まあでも一日一日楽しんでいきます。